こんちゃっちゃー、ほら、こんちゃっちゃー、ドラフク、ほら、ここに立っといてあげよう。ほら、殺しに来なさい。ここにいるよ。しかないよ。ああ、ボタンの大切さ。あ、はい、ボタンです。いいですね。あ、ボタンだ。いいよ。いいですね。はい、早っ。早いな。一瞬で終わる。やばい。やばい、めっちゃ早い。素晴らし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 い。バカ早い。怖いよ。あ、やめてやめてやめて、押さないで。え、一したい。アルマッチ。シャワーの覚え芸入力するところです。あ、一応停電中です。キレされたのは、はい、バイタル情報で停電中にキレされてます。うん、トラック。はじみや目線、高田さんははじきます。うん、多分、うん、どこにいたんだい。ね、証拠君、右でフジミヤが点で表しました。ピカクロス視点、武雄さんもギリ弾けるかも。停電最中、私、シャワーのタオルをやっていて、はい、停電明け後にアーカイブに入ったら武雄さんがいた感じだったので、はい、停電最中に私の横を通り過ぎてない限りは多分違うと思うかな。停電の時、高田さんもアーカイブいたから、多分無理です。魚金庫室、あ、じゃなかった、貨物室の金庫を助けてました。ゲイマー、ミーティングまで行ってます。かしこの音聞こえたかと思います。うんうん、聞こえた。自分最後メインホールの左ぐらいです。今一番怪しいな、慎太郎さんがまたシャワーでうろうろしてたんで。ああ、あれはね、俺もレポートが光ったんで、うんうん、発見しに行っただけですね、まあ、藤宮君とほぼ同時にレポートしてます。ね、慎太郎さんはね、私がシャワーから抜けるときにシャワーに入ってきてる人だから、多分できないんじゃないかなって気はする、うん、メインホールから来てるから。そうですね、うん、時間的に間に合わないんじゃないかなって感じがする。貨物弁当からぐるっと回って戻ってくるって経路しか、そのルートって存在しないはずなので、うん、まあ、ちなみに魚はね、貨物側の弁当多分開いてなかったはず。多分ね、見落としてるかもしれないけど、うん、基本は弁当っていう感じはなかった。ピカさんは誰か弾ける。はい、あの、言った通り、武雄さんが弾けるのと、慎太郎さんがギリできないかなって気がする感じ。ピカさん自身は誰か弾けるのかなって。あ、今挙げた方かな、竹尾さんと慎太郎さんができないかなって感じ。ケンさんかなんか。あ、はい、高田さんと共有しておきたい話があって、はい、私停電中なんですけど、高田さんとシャワーとメインの入り口でお会いしたんですよね。で、その後私覚え芸やりに行ってて、あ、で、覚え芸、はい、はい、その時は覚え芸のところには何もなかった。ケンさんは確かにシャワーの中うろちょろして、はい、その時に魚さんとかピカさんなんか結構いろんな方おられたんですよ。いや、あの辺はいろいろいた。いろいろいた、そこら辺。誰やろね。つまらんな。誰やろ。不自身走った。あ、怖っ。
ありがとうございます。うん。よかった、誰も死んでない。できないうち誰かもう一回まとめてくれませんかね。ピカクロス目線だと武雄さんができなさそう。それは多分高田さんと武雄さんが白照明取れてるからこの2人ができなさそうな感じで、私がシャワー出るときに慎太郎さんがメインホールからシャワーに入ってるから時系列的に厳しそうかなと思うので、ピカクロス目線だと高田武雄慎太郎ができない気がするって感じ。ほい。じゃあそれ以外はもう全員白が取れないって感じですか。藤宮さんがミーティング、まあ藤宮はまあ停電直してからの発見なんで、うん、ほぼ無理。ああ、死んだタイミングとか、はい、そう、死んだタイミングってわかります？死んだタイミングは停電起きて、停電中に死んだんですけど、何百年も10秒ぐらい前なのかな。2回目の停電中？2回目の停電中です。はい、1回目は死んでなかったです。竹尾さんとバイタル見てたのが多分1回目停電終わった後だと思うので、うんうん、2回目は停電中ですね。死んでるの、はい、1回目はアルマさんが直してました、停電。だから10秒前ぐらいかな、停電中で、キルされてちょっとしてから停電直ったって感じですね、うん、なるほど。2回目の停電中なら私も多分エンジンとかメインとか抜けてるぐらいだと思うんですよね。ボタン押しに行こうかなぐらいだったんで。真横さんは誰か弾けるんでしたっけ。いや、私全左最初湧いてる、キッチンで湧いてるんですけど全然誰とも合わなくて、はいはいはい、でさすがに合わなさすぎだろこれってちょっと自分でも怖えなって思ったんで、エンジンメインっていう風に言って目に入ったぐらいで終わったので誰とも合ってないんで、怪しい位置には浮いてるのが魚さんと真由子さん。多分はい浮いてます。あ、俺の場合はベントキルしかないかな、位置的に。ピカクロスさんが弾けるのかっていうのをさっき聞きたかったんですけど、すいません。あ、ごめん、そういうことか。失礼、できない、絶対。少なくとも僕目線は無理ですね。うん、あ、なるほど。うん、だから最終目撃なら、アルマさん私だと思うし。うんうん。かなさんとマイクさん。さかなさんに票入る流れ。か、前日から投票してる人教えてほしいですね。藤宮入れてます。今日僕入れます。あと1人は ?2 票、2票入ってたよ、前日。タケピカはあるね、タケピカは。タケピカ、ま、浮いてる眉坂、タケピカ、眉坂、なんかその辺じゃないかなと思うけど。あ、これミーティングで死んでる。お、はい、あ、バイタル情報あります。慎太郎死んだのが停電中で今ボタン押してから15秒ぐらいです。ボタン押してから、あ、ボタン押されてからの15秒前っていう感じだから停電中に殺されてます、停電中。でバイタルとか俺貨物分けで金庫タスクやって、そこからバイタル直行してバイタルにしか行ってないので、誰とも僕の目線は誰とも合っていないその状態。現ですアリバイ証明になるか分かりませんが、私今展望デッキで停電を直して終わりました、うん、僕アドミン見てたんですけど、左3つ上げました。展望に1はありましたね。はい、アドミン情報他あります。あります。ミーティングが2あって、でメインが1、電気診察1くらいかな。最終、いや最終じゃないです。停電中かな。だったら俺診察室1絶対ついてるはずなんですけど。え、それ診察室言いましたよ。あ、言った？よかったよかった。はい、ね、これでかあるか僕かな。多分慎太郎さんの最終目撃私で、ちょっと正確な位置覚えてないんだけど、宿舎前通路かエンジンルーム近辺で目撃してるから左側だと思う。藤宮は最終診察入ったんだよな。金庫でダウンロードしてるときに真横さんが先に抜けていって、僕はそのままミーティング上がって、藤宮目線ピカさんは弾けます。あれ、うん、宝さんってどっから診察入りました？貨物。あ、貨物側からか。真横さんは停電中にアドミン来ました。はい、アドミン見てました。情報に間違いはないのは言えます。ミーティングには誰なんこれ。藤宮ピカです。うん。で、ピカさんがエンジンから左に行くのを見た。メインに、メインにいた人。メインの位置が。
メインの位置が出ないんだったらそこしたいじゃないですか。うん。うん。なんか俺は診察に魚がどっからどうやって行った貨物脇、金庫室、金庫タスクやって、そっから診察室直行。だから貨物と診察しか移動してないよ、俺は。お魚さん、たまたま肉。まあ、マユコッチもありそうだし、結構いろいろありそうですが、ただタスクはありますね、お魚さん。はい、ナイス。なんか2キル目の方が、慎太郎殺しの方が詰めれそうな気がします。まあ確かに。正直1キル目って真横さんか魚さんしかなくないですかって思ってるんですか。まあ、あの一応ピカクロスもできなくはないかなぐらい。もう慎太郎さんから白が出てて慎太郎さんが死んでるので、あ、1キル目は、あ、魚はクルーメイトなので1キル目でやられると部が悪いので、2キル目で精査してほしいです。あれ ?1 キル目で魚さん目線、マユコさんにはならないんですか？な、正直誰がインポスターかは分かってないので、あの、マユコさんが勝手に追放されるのはいいんですけど、僕まで巻き込まないでもらえれば。浮いてるのがマユコさんと魚さんしかいないっていう状況です。うん、他が本当に賞金取れるなら別にローラーされても全然。あ、俺はのローラー絶対飲まれたくないですよ。何のために2キル目でバイタル直行して情報出してるのかわからないんで、それとはマユコさんだけ追放してください。ええー、私もちょっとアドミンせっかく見に行ってたんだけど。あと、なぜかというと2キル目都合がいいのが、高田健司は貨物から診察室行っていて、オラフ君もそっち方面に来てるんですよね。僕はメインからエレクトリカルなんで。ですよね。ってことはそこら辺に死体がないんですよね。そうなくとも。まあ、であれば僕の白正面って成り立つから。停電してたから。ちゃんと見てないし。で、僕は停電中の、ボタン押してから15秒前ぐらいにキルが起こっていますっていう、なんだろう、情報出してるので。で、まあ、なおかつ竹尾さんが診察室1ついてるっていう情報が出てるので、僕が犯行はできないです。うん、まあメインの死体って、メインが死体でいいんですかね。なんかメインが死体か、メインがインポスターなんじゃないですか。うん、ああ、なるほど。いや、マユコさん落としたいんですけど、ダメかな。うん、私も落とすんだったら、マユコさんが優先かなって気はしますね。タスクの進捗度に全然構わんですけど。俺はもうミーティングだけで終わり。うん、あ、私もあと一つです。俺もあともうちょっとやります。嘘、そんな。そうだよ。うん、いや早いんだよ。早っ。終わっちゃうよ、オラフ君。いや、以上インポスターじゃん。ガチだ、頑張ります。あ、僕入れましたよ。結構二郎もあるから。いや、僕じゃないっすよ、僕じゃ。前タスクが。びっくりしてるな、オラフ君がインポスターで。って。もう終わりなんすかみたいな。はい、あ、藤宮さん。おお、いっぱい遊んでた人いるから白出せるでしょ。そこで白じゃん。うん、白でございます。停電直したのが多分ゲンともう一方。あ、僕じゃないですか。竹尾さんか。僕展望で一回勝ち合いました。一回勝ち合ったと思いますね。勝って開いて全部つかつかないかぐらいだったと思います。お、じゃあここ誰するか。一応ね、魚高田がお互いにできないっていう認識ですね。高田健司はヌーンをずっと乗り続け、僕は階段の伸びるずっとしてたので。オラフ君ってどこにいました？僕は貨物空きで診察エレキで、エレキのタスクを1個して、で、セキュリティ行ってダウンロードタスクをしてって感じですかね。あー、合ってるな。アドミンマップ情報で、はい、確かキッチンあたりに2いて、セキュリティに1になって、その時に確か貨物が1あって、うん、なんか昇降機ミーティングでうろうろだから、
あの私のアドミン情報を精度するならおそらく竹尾さんかなって感じ。多分竹尾ピカクロスローラーで村目線でも大丈夫なんじゃないかなって気がするけど。僕婦人屋さん見てないですけど、キッチンですか？キッチンに。うん。で、あの私開幕キッチン脇でアップロードタスクをやるために行って、その時確か藤宮さんがいた記憶があるから、停電の時に多分展望デッキに向かったんじゃないかなと思ってるぐらい。うん。なんだろう。これアドミンぶりなら昨日初日キルの総合で魚さんになる気がするんですけど、うん、皆さんどうお考えです？あ、タスクが終わるんだったらスキップでもいいと思う。ん、私終わってるから。なんか俺が容疑者に入るのが1キル目だけだから、はい、あのこのキルも絶対できないし、うん、それはそうです。うん。まあ魚がインポスターだったらもう 100% 俺が相方です。はい、うんうん。あ、もうそのレベルなんです。ここ間違いない。入れた一票誰ですか、これ。俺だよ。いや信じてくださいよ。いやーこれは。お顔を除外すると俺は福だと思ってる。こんちゃっちゃー。ほら。こんちゃっちゃー。ドラフク。ほらここに立っといてあげよう。ほら殺しに来なさい。ここにいるよ。ほらほらほらおいで。ほら殺していいよ俺のこと。ほらほら福。これ違うんかな。ほらあれあれあなたじゃないの。あ、違いそう。あ、いやごめんなさいオラフ君、すいません。いや申し訳ございません。違いますよ本当に。ごめんなさい。すいませんでした。宿舎前かエンジンルームあたりまで来てたけどな。結構びっくりすることが起きてまして、弦がコミサボを直しました。で、うん、その直前、うん、ピカさんコックピット方面に行かれたんですよ。で、ゲンガーコミサボ直して、じゃあコクピットでピカさんと一緒にアドミン見ようと思ったら、コクピットの入り口に黄色いお肉が転がってました。じゃあコミュニケーション直して行った途中じゃないの。え、違う、私がコミサボ直してるんですよ。もう竹雄さんかギリさんですよね。まあその2択しかないと思うんですけど、他の方のアリバイが取れるんでしたら大丈夫。ああ、最初は証拠、証拠機右なんで、はい、そうだったら証明は取れない。右証拠機右。どこから証拠、どうやって行ったんすか。アーカイブから。え？おらくん言ってやれ。アーカイブには僕と高田さんがずっといたんですよ。ずっといたんだよ俺らが。本棚の隙間に隠れてました。いやもうなんなんだから。これが本棚の隙間に隠れてたんだよ。おい、超人ムーブがゆえに被ってしまった。そんなことあってたまるか。ベントの上にも高田さんいましたよ。俺はベントと本棚の隙間でオラフを見張ってたんだよ。アーカイブで。ふざけんじゃねえ、そんな裏切りのないこと誰が取るんだ。おい、よっしゃ見つけた。オラフもおかしくなっちゃったよ。オラフもおかしくなっちゃったよ。よしよしよし。いいね。これ泣いてる。やばいな。村にゼロだよ。はい、オッケー。社長。ジジイ。いいね。サボゴにピカさんが知ると思われてびっくりした。ゲンさんびっくりするだろうなと思ってました。さっきまで普通に行ってたのに。いやよかったよかった。最後ジジイ。最後俺はもうオラフク疑ってたからずーっとオラフくん。ずっとアーカイブで遊んでたから。見るしろよって言って本棚の上に行ったり、弁当の上に行ったりしてた。俺殺せよ早くやつ。そのおかげでインポスターと見つかった。マジ竹雄さんすいません本当に。いやいやいや。もうなんか前半に人が固まりすぎててあれキル取れないんです。うん、あ、そうだったんだ。もうあの合間縫ってシャワーでキルしたのが限界でした。いやめっちゃあれナイスキルした。いやシャワーキルしたよ全然。うん。あれ私あのシャワーボンボン叩くとこのあの隙間いたんすよ。中いた。中にいました。隠れてましたずっと。出れなくて怖くて。あ、中いたんだ。中に入られたら終わったと思って。全然知らなかった。なるほど。隠れてましたあの中。